はい、皆さんこんばんは。英館9やっていきたいと思います。斉藤マンです、おはようございます、こんにちは、ということでいきます。5月26日です。もう2000年ですよ。10年間やってます。僕の生年月日からね撮ってるんで、もう10年間、僕のリスナーさんで2000年生まれの方いらっしゃるんでしょうか。いらっしゃったらすごく羨ましいです。僕完全にね、まあ、あの平成初期の元年とかのその辺あたりの人間なんでね。ということで、甲子園行きたいと思います。この世代じゃなくてね、まあ、ダルビッシュ世代とか2004ぐらい、2006ぐらいですけど、ダルビッシュ世代だったら、ダルビッシュ世代とかでやってみるのも面白いかなとも、ちょっと考えたりとかいろいろしてます。ということで、まあやっていこうと思います。ちょっと練習挟んだ後に、まあ、甲子園の公式戦1回戦ですね。いやー、黒土に戻したかったですね、前回。お、タイガー肉も、あの、魚持ってきたよ。タイガーが魚持ってきたよ。看護婦に会おう。看護師さんに会います。原山ですね。まあ、おそらく可愛いんでしょうね。なんかこう、選手たちにとってはね、こう、なんていうの、憧れの、あれみたいな、あの、先輩みたいなね。そういう感じじゃないですかね。オローラ。で青いエリア、練習指示ジューン。僕6月あんまり好きじゃないんですね、雨が多いんで。あ、お任せ中に、あ、対左打者 C になってたみたいですね。 E から C になってたみたいで、教えていただいた方ありがとうございました。行きますか。まあ、変化球磨きますよ。1なんでね、2にします。1のやつは結構打ち込まれそうなんで。埼玉もいいね、埼玉いいね。あ、チェンジアップがちょっと怖いなっていうので牽引しているところはあるんですけども、埼玉いいね。勝次郎請求か、請求でもいいか。ヘヘイも請求ですね。いや、もうそろそろヘヘイ、変化球ちょっと磨きに行きますか。速球いきます、速球いきます。で、変化君はね、変化君って名前ついてますからね。もうやっぱ変化球を覚えましょうよ。変化球覚えますよ。もう全方向を覚えます。変化君は。全方向に変化できるみたいな。どうなるのかみたいなことをやってみます。変化君ね。無駄に金持ちはね、球が遅すぎるな。球上げろ。グロイリージュニア直球。タコスケは、タコスケ強いな。タコスケ強いですね。変化球磨こう。いや、直球でいいか。直球でいいです。小池芝のね。横谷は補給。守備、いや、補給。沢はね、パワー。幽霊部員はね、考えたんですけど、お任せにします、もう。お任せにしてれば、実は幽霊部員どうなるのかっていうね、ちょっとした検証です、これは。はい、検証します。ミートあげます。ゴリミツ剣棒はパワー、いや、実はもうミートあげようか。ミートあげます。 IQ 無限ミート。シューはパワー。仕事人パワー。ソウルかあげようか。カイジ肩守備。メインやシュー1ミートね。メインやシュー1なんとかこうミートあげて打率も上げていってもらいたい。で、この辺はいい感じじゃないですか。バトラッシュいいじゃないですか。で、ウラウレイは万能ね。アンダーソンも万能。小五郎も万能。吹雪はパワーだな。で、芦田マナーは万能。蜂蜜五郎はパワー。大地はミート。トリューは万能と。いきます。OK です。ちょっと時間を食ってしまいましたね。まあ、ちょっとした市場なんですけども、今、英館9ね、10年目で、だいたい、何？日頃おとなしい無駄に金持ちが？ディスられてる。あの、俺が名前つけたんですけど、ディスられてる。日頃おとなしい無駄に金持ちが、ミーティングで野球に対する秘めたる思いを語った。みんなそれに、発奮したようだ。金渡したな、俺。また。いいね。金持ちいるんでね、最悪負けてもさ、負けても無駄に金持ちいるから、掘り寄せるんじゃないのっていう、そういうか、まあ天気悪いけども、どうだろう、
天気悪くてね、ただでさえ今白土で練習効率が下がってるんで、天気を上げたいじゃなくて、ちょっと水はけを良くしようか。雨降ってないですけども、使っときますか。バケツちょっと使っときますね。いつ雨降るか分かんないんで。で3、4行こう。ほら雨降ってる。こんな大阪ね、雨降るか。降っちゃ降るけど、大阪ね雨多いですよ、確かに。うん、ずっとね雨降ってるイメージありますね、6月は。まあ大阪だけじゃないかもしれないですけど、6月はね。 OB で現在は本屋さんの杉浦。雨降ってんのに来ました。春男の本を手に入れた。哲学的な本なのかな。うん、哲学的な本なのかな。どういう本なんでしょうね。お、もう一回本持ってきてくれるから、ちょっと行こう。めっちゃ本雨の中持ってきてくれますよ。ちょっとすごいね、濡れないようにこう持ってきてくれるんでしょう。何かな。ミート多様の本。次はちゃんと野球のね本を持ってきました。で、お、特訓があるんで。てかめっちゃ本屋さん来るやん。めっちゃ本屋さん来ますよ。いいことです。僕昔ね、これちょっと語って言ったかもしれないですけど、僕昔ね本屋で働いてまして、で本屋さんね、あ、何、あ、特訓か。特訓はゴリミツ、ちょっと特殊能力つけます。ね、ゴリミツくんにはね、ゴリミツくんにはそうだな、イブシギンとかどう。ゴリミツ、オッケー、イブシギンゲット、ありがとうございます。イブシギンゲットした上に練習効率も上がったと。仮設シャワー挟んでまた本をもらいますよ。かっさらいます。本をかっさらう。キットカットか。あ、次はキットカット。積極走塁、積極走塁あんまいらないかな。でもう一気にスクワットでいきます。僕昔本屋いてね、僕の本屋ね、なぜかそのちょっとあの男性誌というか、まあ、言ってしまえばエロ本コーナーみたいなのがすごく広いかったんですね、僕の本屋って。でどう考えてもそっちの方に未成年らしき子がそっちの方にバーって行ったんで、これどうしようかなと思ってたんですけど、その男の子は何を思ったか、そのエロ本コーナーの方になんかルローニケンシンをね、なんか持って行って、全巻持って行って読んでたっていう、意味が分からなかったね。ルローニケンシン確かに立ち読みできないんですけど、っていうことがありましたね。非常にカオスでした。エロ本警戒したのにルローニケンシン持って行って読んでるみたいな、まあ、多分立ち読みしたくて資格になる場所を探してたんでしょうね。みんなの疲れは溜まりやすく、まあどうでもいいですけど、まあ合宿行います。まあどうでもいい話をしてしまいましたけども、このパート、甲子園、1回戦ですね。その前に合宿があるのか。甲子園終わった後に合宿かな。甲子園終わった後に合宿ですね、多分ね。まあだから今は結構つないでますが。結構ね、野球の、まあ、実況動画というか、他の方の動画どうなってるかわかんないんですけど、解説しながらやってるのか、この実況、ガチの実況、こうこうこうして、みたいなことを言ってるのか、まあ、どうなのかな、ちょっと見てみないとわからないんですけど、他の方の実況、僕、映画内見たことないんで、わかんないんですけど、お、来るか。来たよ。あ、予定変更か。マイナス特殊能力消してほしかったんですけどね。ティーバッティング入れよう。うん、6月26日ね。ティー入れて、出た。あと、僕、動画によってね、実況の感じが違う。栄冠9だけ見てくださってる方はもちろんいらっしゃると思うんですけど、他の動画ね、Eランクね、余裕です。顔パスでも余裕でしょ、Eランクとか。実況動画によって実況の感じが若干違うみたいで、
あの栄冠ナインだと、まあこういう実況感じで、他のゲームだとまあああいう感じの実況でみたいなんで、ちょっと驚かれたことがね一回あるんですけど、まあだからそれね、まあ、若干そのホラーゲームだとやっぱ抑えめに怖い感じにやろうかなっていう風に意識してやっている部分はありますね。栄冠ナインだとやっぱり栄冠ナインはどうだろうな。栄冠ナイン、おー懐かしい人来た。現在はプロ野球選手の DK がやってきた。 DK さん来てくれた。チームが大きく成長した。嬉しい。蜂蜜ゴロが怪我しにくさ E になった。ちょっと野球のことを教えてほしかったんですけど、まあ怪我しにくい練習法みたいなのをね教えてくれたみたいで、うん。ちなみに名前をお借りしたこの DK さんっていう方ね、僕と同じ配信者です。僕の仲間ですね。今後多分一緒にやっていくことになると思う。っていうかやっていってます今ね。一緒にやっています。ニコ生とかやってる方なんですけども、カツジオは請求へっへい急速で変化くん変化、あ、覚えようとしてるのね、まあ、この辺は OK でしょうか。まあ、さっきしましたし OKOKOK ですね。いや肩やろうか。サワパワーね。幽霊部員サワ肩やろうぜ。幽霊部員お任せで。ゴリミツミート剣棒ミート、この辺は OK か。さっきやりましたしですね。 OK です。公式戦ついに来ましたね。いきます、まあ、軽く蹴散らしましょうよ。 E ランクごとき試合開始からカットしました、勝ちましたみたいなね、実はあるかもしれないですよ。もしかしたらこの1分後もう試合が終わってるみたいなね。お、マネージャーが愛のこもったお守りが選手たちに手渡された。ミサンガかな、うん、ちょっと古いですか、ミサンガ。ミサンガサッカーですしね、ちょっと何かくれたんでしょうね。夏の不大会がいよいよ始まります。今日の初戦頑張り勝ちましょうねと。いいだろう、勝つ必ず。注目はパトラッシュ。疲れたとは言わせんぞパトラッシュ。あ、ミスター調子悪いの、ミスター調子悪いの。じゃあ埼玉先発で行ってもいいけど、まあミスターで行きますか。アンダーソンの調子が思わしくない。まあでも余裕でしょさすがに。ウラウレ調子いいからウラウレ使おうか。いやいいか、メインは周知でこれでいきます。まあ負けません。僕多分操作しないと思いますねこれ。うん、でもね、この栄冠ナイン始めた頃は僕らも E ランクだったわけですよ。で、一勝するのもやっとだったみたいなね、あの状況って今考えればちょっとおかしい状況じゃない、おかしいというか、 D ですね、意外性がぶっ飛んでるね。ちょっと待って、相手ちょっと特殊能力気になりませんか。ちょっと確認させてください、相手の特殊能力。おー、いいね、個性あるね、いいね、個性あるね。誰かの転生プロだこれ。大引きパリーグのオリックスにいたや、いやホークスにいたやつかな。うおー、いいね、意外性あるね。お前なんで野球やってんの、なんか別の競技やればいいと思うんだけど。いいねお前たち、ちょっと特殊能力が結構ついてるね。こいつはちょっと逆かな、あいつは。ちょっとあいつだけちょっと逆でしたね、岩田だけ。はいと、いきます。一塁ランナー誰、一塁ランナーはアンダーソン。相手キャッチャーの肩は G って、おいおい G なんてお前走るよそれ。ちょっと肩悪すぎる。余裕っすねこれ、余裕っす。あざっす、ありがとうございます。この試合ちょっと走りまくりますんで、これはいじめになる、これは少しいじめになると思います。ミスターはなんで1点取られてる。
ひどい試合になりますね、これは。逆に言うなら、俺たち打力低いですけど、こいつら相手に打てなかったら優勝できないでしょっていうレベルです、これは。ランナー誰か知らないけど、シューね、走ろう。ランナースタート。ありがとうございます、ありがとうございます。走ろう、ありがとうございます。めちゃくちゃだなこの試合、めちゃくちゃだなこの試合。あー打たなかった、まあいいまあいい、走りまくったんでいいっす。攻撃、ランナー誰だ、ランナーはちょっと遅いね、ちょっと遅いね。剣棒に変えようか、ちょっと遅い、剣棒に変える、剣棒に変えて、ランナースタート。余裕、めちゃくちゃしてるな本当に。気持ちいいですね、もうここまで走りまくれる。あでも三振、今ね予選だからいいですけど、本戦とか進んだ時にこの三振連発になっても出ますよ本当に。キャッチャー二塁送球間に合うか、ランナーが二塁に進んで、これ今走りまくってて今チャンス掴んでその後三振みたいなことになってますけど、盗塁は終わっています。マジっすか、試合は、ま、マジか、もうなんか余裕で走れるみたいな。でもねチャンス潰してるじゃないですか、結構不安ですね逆に言うなら。もうこれは盗塁とかできないですからね、相手強豪とかなってくると。まあ、これ走りますけど、これ走りますけど、走ろう。キャッチャー送球二塁セーフ。これは何回盗塁やってんだって話です。ちょっとすいません、ちょっと盗塁ばっかりしてしまいまして、さすがにもうこれ以上盗塁してもね、これ盗塁、盗塁とかつくのかな、走るとどうなんでしょう。これ攻撃させてくれるなら俺走りますよ、走れる。吹雪なら余裕です、本塁まで来れるよ吹雪なら余裕。これは楽々セーフ、盗塁成功です、ありがとうございます。流そうか、これはファールですね、ファールつまり反則ですね。三遊間の当たり抜けた、今のも E ランクだから抜けたようなもんですからね。まあでも10点差だったんで次抑えれば勝ちですね。走ろう、ランナースタート。でちょっと肩を鍛えなさすぎてこんな走れる試合もないよね、ないですよね。相手なんか魔球みたいになってる。いや打ちまくってますね。心も走りますか、心じゃない、誰だ一塁、一塁誰でしたっけ、新谷秀一か。ちょっと走れないね、浦和に変えよう、浦和に変えてスタート。あ俺スクイズ押したのか、ああオッケー、結果悪い結果悪い、あそうか、もうスクイ、あそうだね、スクイズ押したんですね僕ね。ああいいですいいです、オッケーです。どうしようかな、ラッキーボーイ入れて、代打使おうか、代打使います、代打足田マナ、ピンチヒッターは足田、足田マナだよって言ってね、これ足田マナが打ってくれると思います。闘魂ね、福君にボールを勝利を届けろよ足田マナ。あーダメだ、インテリア球シューが、インテリア球シューが流し打ち、芸術的な流し打ちを見せていく、見せていく、オッケーオッケー。ちょっと打率が低いね俺たちね、ちょっと俺たち打率低いんでね、それがちょっと不安ですわ。ミスターはねいつも1点やら2点やらに抑えてくれてるんですけど、打率がちょっと低いですね、それがすごく最近の不安要素ですね。あれダメか、
先行チーム、まあ、三塁は決まらんかさすがに、ということでいじっていきます。とりあえずまあ横谷にで IQ 無限入れてサードにいやヘヘ入れてそうですね。ピッチャー変えます。ピッチャーも変えます。ピッチャーは埼玉先行チーム埼玉が黄色い線入れてすごいボール投げますからね埼玉高速スライダーおかしなボール投げますからよしこれでワンアウトでピッチャー変えます、変化くん最後勝次郎で、リリーフさせて終わります追い込んだので臭いところですねおへいへへいいねへへいって言ってたんでしょうねあれねいいねでピッチャー変えます勝次郎先行チームもう全員出しましたっけね守備も出ましたね OK です耳にちょっと電流も使って耳に電流使ってすごい161キロ出てるんじゃないですかこれ162キロ出てますねやばいボール投げてた余裕ですありがとうございますただ僕らはチャレンジャーの気持ちを忘れないそうですよね皆さんチャレンジャーの気持ちを忘れてはいけないお吹雪信頼度上がりまくってるしあれ俺あんなに盗塁したのにな俺あんなに盗塁したのになオーラ来た強豪校と呼ばれるようになりましたやっぱギリギリ下がってたんですねあの中堅にはいこれで黒土に返り咲きましたでグラウンドレベルが96に戻ったと次は C か岸和田ね岸和田電工岸和田少年グレン隊と、次のパート戦おうと思います、最終章になることを僕は願ってます栄冠ナインね、ということでまた次回見に来てもらえたらなと思いますお疲れ様でしたありがとうございました。